はい、ナボコフいらっしゃい。楽しんでて。うい。ナボコフのあの、金髪の写真面白いよな。なんか女芸人みたいな感じなんだよ。金髪の頃。ナボコフなんか美人なんだか、なんかブスなんだかわかんない顔だよね。いつも通りになった。ワタツーフルスクリーンもいいね。フルスクリーンまだ試してないわ。ちょっと試してみようかな。フルスクリーン。ちょっと待って、フルスクリーンやってみようか。ちょっとどうも、うん、これがシアターモード。へえ、あ、シアターモードもいいじゃん。あ、フルスクリーン結構画質いいね。え、でもさ、フルスクリーンだとさ、コメント見れなくねえか。フルスクリーンでコメント見れんの？フルスクリーンじゃなくて上だけのやつがいいんだけど。1ヶ月も持たなかった。黒髪の方がいいと思うよ。すごいね、この機能。いいじゃん、いいじゃん。うん。コップの中が揺れてる。あー、これは、あれです。あの、後ろにティーパックの、あの、紙がついてるから。ブスか美人かわからないが、嬉しいよ。化粧映えする顔って言った方がいいのかな。うん、化粧映えする顔だね。うん。実際会うとブスのタイプだね。生で見ると、ブスのタイプです。はい。はい、ブス鑑定士の僕が言うんで間違いないと思いますよ。化粧映えする顔っていいね。化粧映えする顔ってどうだろうな。ノンタンも結構化粧映えするけど、あ、でももともとノンタンは目パッチリしてるもんね。それは否定したい。コメント読み上げに対応。ああ、フルスクリーンだと、あれか、リスナーの方でコメント読み上げができるようになったんだ。それはいい機能だね。リスナーでコメント読み上げをつけたっていうのは結構画期的だと思うね。俺はさ、コメント読み上げたくないけど、みんな側がコメント、あやか、花火ありがとう。みんな側の方でね、あの、やりたいっていうことで。はい。あやかさんから今月一発目の花火いただきました。ありがとうございます。では、おもりを追加する儀式をやりたいと思います。あやか、ありがとうね。今月一発目の花火、ウェイウェイ。ちょっとタバコ吸わせて。タバコ吸いながらやろうか。これ結構今この1個のおもりが 2.5 なので、こっちが 2.5 で、多分バーが1キロだから 2.5、2.5 で5キロでしょ。で、こっち側で6キロなはずなんだよ。これを追加します。回数は変わらず6回やりますんで。重り増やします、今月から。だってもうあれじゃん、後半効かなくなってるじゃん。100回やっても、前はさ100回でヒーヒー言ってたけど、エコーうぜえな。前はさ100回でヒーヒー言ってたけどさ、今効かないもん。100回じゃん、スクワットと一緒だよ。やっぱ負荷を重くしないと。で、これが、1.25 だから2つ追加するの、この重りを。だからね、2.5 キロ増えるから、8.5 になるのか。うわ、重っ。うわ、結構重いな。はい、ワード2。メロンいらっしゃい。たくみさんいらっしゃい、ワード2。あ、結構これでも重いわ。あ、全然違う。これやばいぞ。2.5 キロプラスはやばいぞ。甘く見てたわ。 2.5 だったら余裕だろうと思ったら、今現時点で相当重いもん。これはまずいな。これはまず重っ。これ大丈夫かな。もう 2.5 あるからね。もう 2.5 あるから、よいしょ、まだまだ追加できる。あ、これきついぞ。これ腕ぶっ壊れるぞ、マジで。ドラゴンボールみたいになってきたな、なんかな。どんどん負荷かけていって。ほら、ダンベルっぽくなったでしょ。パワーアップしましたよ。いや、これは厳しいぞ。これはきついぞ。ね、2.5 キロ、片方 2.5 キロ増やすって感じかな。1.5、1.5 をつける感じだから、片方 2.5 増やす。腕太くなったって言われるんだけど、どう？ 1 ヶ月前と変わった？腕。
あんまり体感ないんだけど、ちょっと太くなったかなって感じはするけど、どう？みんな。腕。これ右腕。まあ、言わなくてもわかるか。腹はね、のんたんがね 生まれるーって、ワトさん生まれるのーって言ってね、いつもね、バカにする。お風呂から上がると、ワトさん生まれるよーっつって、お腹ポンポン触ってくる。生まれねえわっつって。何ヶ月目ですかーっつってね、お腹さすってくる。いやー、これ不安だな。これやばいぞ、マジで。はい、ワド2、ニアいらっしゃい。はい、カナインさんいらっしゃい。負荷が足りてないですね。負荷足りてないかな。よいしょ。まあ、6回ぐらいはね、絶対できるからね。6回は問題にならないけど、その先だよ。増えてきたら、花火が増えてきたら死ぬことになるかもしれない。あ、やべ、2つつけちゃった。1個だ、1個。こんな2つもつけらんねや。よいしょ。これ来月かな。配信で体鍛えるって面白いよね。ただの、ニートみたいな体してた、ただのデブのおっさんが、配信やればやるほど体が鍛えられていくって。12月12日スクショ見てみたけど、腕太くなってる。あ、マジで？変わった。だいぶ。腕太くなってる。どうだろう。自分ではよくわかりません。よし、セットアップ完了です。彩香さんから花火、今月一発目の記念すべき花火いただきました。ダンベル6回いきます。彩香さん、ありがとう。いくか。試してみっか。ワクワクすっぞ。あ、重っ。全然違う。2.5キロで。あ、これ重っ。いきます。あ、重い。1回。全然重い。2回。3回。4回。これは無理。マジで重い。5回。こんな変わるんだ。6回。ハッチさん、花火ありがとうございます。ハッチから花火いただきました。1回、ハッチありがとう。重っ。2回、花火2発ありがとう。3回、ありがとね。4回、5回、こんばんは。高橋克典さんいらっしゃい。6回、7回、8回、肘壊すな、これやり方間違えると。9回、10回、高谷いらっしゃい。11回、すげえ重い。12回、ハッチさん、彩香さん、ありがとうございます。花火いただきました。 ハッチさん、花火ありがとうございます。 あれ、なんか落ちたな、今。いきまーす。マジか。いや、これ結構思ってたよりきついぞ。あら。いきまーす。あと12回いきます。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、8回ありがとう。9回、10回、11回、12回、風呂上がりなのに。13回、汗ダクダク。14回、15回、16回、17回、
18回、マッソーありがとう、ハッチありがとう。でしょ、すっごいこれは負荷が、大仏が 重みが違うもんね。ドゴンっていう音が床に置いた時の。ハッチさん、花火ありがとうございます。よいしょ、来たね、ありがとうございます。ハチさんから花火いただきました。1回2回3回4回5回6回。ハチ花火ありがとう、ありがとうございます。いやこれね、全然違う、重さがもうね、あの持ち上げた時に分かるわ、これは違うわっていうのが、もうね、その手で支えてる時の重さが重い、ずっしりくる。これあれだな、肘壊すな。左のね、肘がねちょっとおかしいんだよね。あのフォーム気にしながらやるわ、ちょっと。あ、これはすごいわ。これ腕本当に丸太みたいになるんじゃないの、今後。なんか肩ついてるもんな、ちょっと変わったよね。1ヶ月もすればその重さにも慣れてくるんだろうね。まあね、とは言っても 8.5 だから、筋トレやってる人って20キロとか上げるから、15キロ20キロとか上げるから、まあ和道がやってるのなんかおもちゃだよって言うかもしんないよね、マチルダ和道2いらっしゃい、楽しんでて。でもいいですよ、やっぱ男は腕太い方がいい。あー、すごい効いてる効いてる、すごいパンパンだわ。配信終わったら揉んでるね、俺はよくお風呂とかで揉んだりとか。ミスさんこんばんは、楽しんでってください。和道です。腹筋はいらないかな、だから山の不動みたいな体になりたいから。風船10個ありがとう。コールドスプレーとかいらないんじゃないの、そこまで負荷強くないでしょ。なんか そんなアスリートではないから。でもね、やっぱ腕太い方が男はいいもんね。腕長いんだよね俺、めちゃめちゃ腕長いから、そうひょろって見えちゃうんだよね。ボクサーやってたら相当リーチ長いよ。見たことない顔してた。そう、いや上がんないんだって、把握しまんないと。ここまで来るとなかなかね、結構こっからはね、やり方間違えると怪我する重さですね。よいしょ、どんなアスリートレベルのトレーニング、だから結局何回やったんだ。20万稼いだから、20万割る500は500円だから、何回、20万割る500円かける6だね。それが先月やったダンベルの数だね。計算できねえな。あ、携帯電話落としたのか。あったあった、携帯。ちょっと計算してみようか。花火が嫌になるね。いや、別に嫌にはなんないけど。でも辛いよね。正月期使って5万円分やったんだもん。20万円、100、10、100、1000、万、10万、20万割る500円は、回数で言うと400回かける6は、2400回やったね、先月は。先月トータル2400回のダンベルやりました。そりゃな、つくわな。そりゃ腕太くなるわな。ありがとう。ほんと、みんなのおかげでマッチョになっていくよ。なんかね、だからね、服がね、なんつうんだろう。服の当たる場所が変わるよね、体が変わると。まあ太ったっていうのもあるけど、革ジャンがね、なんかムチムチしてるっつうか硬いんだよね、すごく。まあそれ太ったからなのかもしれないけど。
お茶美味しいな。お茶がうまいよ。太った。今日さっき銭湯行って体重測ってきたらね、 77.7 キロだったね。服のサイズ、これは M かな、 M の T シャツのね、服のサイズは。うん、でもね、最近モンスターエナジーとかコーヒーとかばっかり飲んじゃうんだよね。物足んなくて、お茶だと。なんか味覚が狂ってるね。完全に味覚狂ってる。あれだもん、2ヶ月半牢屋の中にいてさ、シャバに戻った時コーラが甘すぎて飲めなかった。ラーメンも食えなかった。いや、さすがに腹が出てるからタンクトップは似合わない。ここボテッとなってるから、これを胸筋つけて これくらい、こういう体になってくるとタンクトップ似合うと思うよ。こう、わかる？こういう体、こう、もうその胸筋がボコってなって、その背筋がこう盛り上がって、普段でもこういう状態になったらかっこいいと思うよね。うん、カフェイン中毒だね、完全に。はい、ワトツー、トントロさんいらっしゃい。ハートありがとう。うん、プロテインってアイテムもあればいいのに。プロテイン面白いね、それね。プロテイン飲むとね、やっぱ体の作り変わるからね。肩周り、そうだね、肩がでかくなった気がするけど、どうなんだろう。撫で方がちょっと治ったっぽいよね。ちょっとここにくぼみができた感じがする、なんか、若干ね、若干変わったよね、やっぱ。うん、でもさ、ほら、筋トレの成果が出るのってさ、3ヶ月後って言われてるじゃん。だから3ヶ月経ったら明らかにみんな、ああやってるねっていうぐらいなんじゃないの。1ヶ月だと、あ、ちょっと変わったみたいな、なんか太くなってねーぐらいなんじゃない、なんかやってんのみたいな。うん、気づくか気づかないかギリギリの線だと思うよ。スポーツやりたいんだよね、趣味で。格闘技かスポーツ始めたいなと思ってて、最近なんかね、人生あっという間だなと思ってね、人生の使い方をね、すごく考えてるよ、残りの人生の使い方を。アルさんはどつ？タバコやめたらしこたま体力変わるよね。俺タバコやめたことないかんな。タバコをやめようっていう発想がないな、俺の中には。タバコ美味しいじゃんっていう、やめようと思ったことがないね。ジム通ってた時、いい腕。あ、そう。あ、まあ腕だけ集中的にやってるからね。ほら、あのジムはさ、ローテーション組んで週2回で思いっきり負荷かけてやってたから、多分その負荷がかかってるんだろうね、ちゃんと。あ、確かに腕太くなったかもしんないな。自分の腕だと分かんないよね。パンチングマシンやってみたいな。普段俺167とかだから、あの初めの一歩のパンチングマシンで、パンチングマシンどれくらい重くなってるか試してみたいね。タバコはやめる気ないかな。1000円でも2000円でも吸い続けると思うよ。うん、タバコはね、好きなんだよね。うん、タバコがないと生きていけないっていう感じがする。あ、測っておく？測っておこうか、じゃあ。じゃあ、誰かツイートして記録残しといてよ。ツイートして記録残しといて。こうやってる状態で測ればいいの、ここ。こうやってる状態で測ればいいの。のんたん、そっちの方にさ、あの、なんだっけ、メジャーなかったっけ、布の。青いやつ。あ、ノンタンに測ってもらう？一人、そうだね。ノンタン測ってくんね。これ。腕の周りさ。今、どれくらいあんのかっていう。まあ、いいか。YouTube に記録残るから。腕一回、こう通して。うん。うん。うん。それで、あ、いやいや、こっち側にしちゃっていいよ。そうそうそう。こういうこと。うん。いくよ。で、トップの部分、一番太い部分。
ビーってもうちょっときつく。どれくらい？ここだ。2センチ。32センチですね。ありがとう、のんた。右腕32。そうだね。愛煙家だね、俺は。タバコは好きですね。32センチです。のんたに測ってもらった。32、腕周りは。メモっといて。リンゴの助いらっしゃい、ワード2。バカプレゼントありがとう。ていうか俺思ったんだけど、なんか花火の、そのさ、バーガーとか風船とかはさ、花火じゃなくて、10個とか、なんか掛け算で投げられるじゃん。ジンジャークッキー久々見たわ。まだ持ってたの。ちょっと笑うわ。ジンジャークッキー？まだ持ってんの？ちょっと笑ったわ。面白いね。バカプレゼントありがとう。でさ、花火をさ、2個とか3個とかやったら、エフェクトがさ、かっこよくなるとかやればいいのにね。なんかパチンコ屋みたいにさ、なんかパトランプとかが上からこうさ、画面にウィーンって出てきて、ウィー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 とかやったら面白くない？なんかパチンコ屋みたいな感じでさ、なんかさ、せっかく花火がボーンってさ、コメント欄に埋め尽くすのかっこいいじゃん、これ。パチンコ屋と同じ原理だと思ってるから、なんかもう、10万円くらい一気に入ったら、なんかパトランプとかも発生するぐらいのさ、和道フラッシュみたいな。フワッチフラッシュみたいな。それいいよね。なんかもうやりすぎだろっていうぐらいさ、なんか値段設定によってさ、やったらさ、絶対なんか売り上げ上がりそうな気がするんだけどね。まあ500円がギリギリなんだろうな、多分な。そのうちなりそう。なるかな？どうだろうね。バタフライテールさんいらっしゃい、ワード2。なんか、社交心を煽ってほしいよね。でも俺、最初花火見た時びっくりしたもんな。コメント欄がブラックアウトして。あと、お城良かったよね。ハロウィンの、エフェクトはすごい良かった。ハロウィンなんかびっくりするんだよね。急に真っ暗になって。そう。真っ暗になってからエフェクトが出るまで時間かけた方がいいんだよ。音つけたらいいよね。面白いよね。配信者がびっくりするような音ね。でもそうしたらね、配信が何やってるか分かんなくなっちゃうんだろうね。多分。俺思うんだけど、ツイキャスのデコフレームってあれいらないよね。一応あるんだよ、フワチにも、フレーム。知ってた？フレーム、こういうのあんの。だけどさ、これなんで、これなんだっていうのがあるんだよね。これができるんだったら、配信者側も選べるようにしてほしいんだよ。このフレーム。あるんだったら。そう思わない？こういうのあるんだよ、一応。こういうの。これをもっとさ、自分で選べるようにしてほしいんだよな。初めて見た。これあるんだよ。ただ、この機能を使ってる人あんまいないんだよね。お風呂とか、ファンシーとか。あと、メイクルーム。あ、メイク動画の配信とかこれでやったらいいね。はい、ゴルゴいらっしゃい、ワダツ。ボーナスアイテム期間限定じゃなくて、普段もっと欲しいな。ちょっとゲーム感覚入れてほしい。ね。まあでも、その、なんだ、値段の設定は絶妙だよね。その、マックス1000円っていうところが。なんか、あんまりやりすぎないようにしてるっていうのが、本当に絶妙だと思う。似合わないよね。ていうか、これ似合うやついるの？誰も似合わないでしょ。これどういう時に使うんだよね。許せねえよとかやんのかな、これで。ネタっぽくなるよね。で、やるんだったらもっとね、動くエフェクトとかやってほしいんだけど。おー、すごい。今年の目標設定さ、30万ポイントにしたけどさ、結構ハードル上げたよね。結構自分でハードル上げたなと思って。2月ってさ、日数少ねえんだよ。
これさ、行くか？あ、でもね、おかげさまで、みんなのおかげで本当ありがとう。初めて目標達成できました。2017年1月、20万と198ポイントなんで、198ポイント浮きました。 ありがとう、みんな。あ、そうだ、延長チケット買っておこう。今日延長チケット買います。延長チケットね、買っておかないとおかしなことになるから。8ポイント交換かな。延長チケットあった。交換よいしょ。100枚延長チケット100枚買ったでしょ。200枚で足りるよな。だが交換200枚買いました。いやー、嬉しいです、本当に。ありがとう。なんかもう実感ないよね、本当に。本当になんかこう、なんだろう、超俺今いい人生送ってるなって本当に思うよ、マジで。好きなことで飯食えるって最高だぜ、マジで。まだまだ頑張るよ、俺。本当に。とことんやるよ、とことん。本当よかったよ、配信始めて。やめないでよかったよね、あとね。諦めないで、本当よかった。なんかやめてったやつとか、なんかね、俺よりも力あって埋もれてるやつとか見るとさ、悲しくなるもん。だから、アイラとか人数少なかったけど、最近閲覧も多いじゃん。すげえ嬉しいんだよね。なんか、同期で一緒にさ、切磋琢磨やってったさ、仲間たちがさ、こう、一緒に稼いだりさ、してると。花火って500円入るんだよな。そうだね、俺に500円入る。でも、同時視聴者数が20人以下の場合は300人くらいしか入らないって聞いたんだけど、本当かな？いや、本当じゃない。それは嘘。なんかね、600円になったんだろうとかね、なんかリスナーって勝手な思い込みで、あたかも事実のように言うんですよ。ああ、今600円らしいよ、つって。で、配信者泳がされるんだよ、大体。え、本当？つって。枠閉じて見てくるわ、つって。大体嘘なんだよ。そういうね、重要なお知らせは、すぐ、来ます、運営から。っていうか、前もってくるね、大体。何月何日から変わりますって言って。メロンのコメント、ワドはこれで満足しないでほしい。そこだよね、本当に。本当にそこだよね。100万いってみたいっつうかね、年収1000万いってみたいね、やっぱね。配信で、その今は配信で食ってますって言えるようになったレベルだと思うの。あ、配信職業ですって名乗れるんだよ、自信を持って。本当に堂々と言えるようになったの、昔と違って。配信でプロ目指してますって言ってたのが、配信で食ってってますって堂々と言えるようになったっていうのは、結構その自分に自信がつくからさ、すごいいいんだよ、嬉しいんだよ。だけどトッププレイヤーではないじゃん。だからやっぱトッププレイヤーに入りたいと思うのが今の感じかな。配信で1000万稼いでますとか。どやりたいよね。どやりたい。運営から連絡来るね、絶対。っていうかさ、ふわっちが潰れるとか言ってるやつらどこ行ったんだろうね。めちゃめちゃ絶好調じゃん。だってさ、俺がさ、ふわっち覗いた時なんか10人、20人しか配信者いなかったけど、今100人超えてるじゃん、常に。おすすめ欄にさ、ブワーって配信者いるじゃん。潰れるって言ってたやつどこ行った？これ覚えておいた方がいいけど、2チャンネラーとかネットの人たちって未来を読み解く力は全くないって言われてんの。これ結構有名なセリフなんだよ。嘘を嘘と見抜けないやつはね、掲示板を使うのは難しいとかいう名言あるじゃん、ひろゆきの。あれと同じで、ネットで未来のことを予言できるやつは本当に少ないって有名な格言だから覚えておいた方がいいよ、これ。なんでかっていうと、インターネットってさ、素人のツールだから分析力ってないんだよ。だから、思ってる目の前の現象しか見れないから、未来読み解く力が基本ないって言われてる。配信で食えるってほんとすごい。続けるのがまず難しいもん。あ、でもね、続けるのは続けようと思ったね。これね、不思議なんだけど、俺3年半やってて、最初の2年ぐらいはほんと全然稼げなくて、後半の1年ぐらいはね、それこそハッチとかが支えてくれてて、まあ他にもいっぱいいるんだけど、ハッチはずっと支え続けてくれてて、1年ぐらい。で、まあ5、6万とかは
収入はあったんだよ。3万ぐらいかな、3万から5万ぐらいかな。うん、だけどふわっちに来て来る前に俺引退して、もうほんと全部のアカウント爆発してもうやめようっていうぐらい減らったの。3年もやって結果出なかったわっていうことでさ。うん、で、で、もう金なんてどうでもいいわってなったの、俺の中で。収入じゃなくて、その、なんて言えばいいかな。収入じゃなくてね、やりがいがあるから、もう好きだから続けるわって開き直ったんだよ。その瞬間ね、なんか変わったから、配信の神様って意地悪だなと思ったね。少し軽いかな。あのね、軽いっていうかね、増粘剤が入ってないから、肺活量が必要な感じなの。普通のって軽めに吸ってもブワーって燃えるんだよ。だからガッツリ入るんだけど、肺活量が強くなるよ。アメスピ吸うと。で、燃えるのが少ないんだよ。重たいタバコだよ。軽くはない。今どんどん配信者増えてるね。潰れることはなさそうだけどな。潰れるどころか売り上げ多分5、6倍になってると思うよ。うん、初耳、うん、あんま話さないがね。オーリーさんいらっしゃい。今月のポイント30万ってどういう意味？今月の目標まで30万ポイントですね。1ヶ月にいくら稼ぎたいのかっていう目標設定をしていて、毎月毎月。で、最初の月は18万だったかな。十何万で、それで16万で目標達成できなくて。確定申告したの？確定申告まだでしょ？確定申告まだだね。おととしはやったけど、おととしだから去年の分はやったけど、去年じゃない、なんて言ったらいいんだ。おととしの分を去年やって、去年の分は今年の3月にやるのかな。そんな感じ。で、まあ、今月は30万ポイントにしようかってみんなと話し合って。25万ポイントにしようか、30万ポイントにしようか迷ったんだけど、目標は高く持った方がいいんじゃないの、和道って言ってくれて。じゃあ30万目指すか、つって。初めて放送して1週間はどんな感じだったの？かわいいぜ。最初の頃、まず、配信するときに、今日の服を選ぶんだよ。自分が持ってる一番いい服を選ぶところから始まるよね。で、発声練習するよ。あって。発声練習をして、気持ちを高ぶらせるよね。で、その後歯を磨くよね。シャワーに入ってシャンプーするよね。で、ジェルをめっちゃつけるよね。で、18時間配信やってたね。あんまり変わんないよ。ずっと喋ってたよ。ただ、緊張してたかな。最初の1ヶ月、2ヶ月ぐらいは。可愛いだろ。めっちゃジェルつけてるから。最初の頃の俺の配信。ニコ動に残ってんじゃないかな、動画。中ちゃんまた2。いらっしゃい。下積み自体のものそんなに長かったのか。長かったね。で、みんなに言われて、お前なんか大手になれないとか、お前なんか食えねえよって。お前に1円も払うやついないよって、ほんとずっと言われてた。でも、諦めなかったね。旅は最初どこ行くの？まずね、まあ、新宿スタートなんだけど、俺はとりあえず千葉県に行こうかなと思って。千葉、茨城、仙台、だから宮城県か。宮城県、で、その次どこだ？宮城の次って岩手か。ん？岩手の次は？あ、違うか。福島があるのか。その前に。ん？福島、仙台、宮城、ん？なんだ？わかんないけど、こう、日本海側じゃなくて、太平洋、ん？太平洋海？なんだ？太平洋海ってあったっけ？太平洋側を回ってこうと思ってるね。ミュウミュウいらっしゃい。自分の声って録画して聞くと違って聞こえる。俺はね、バンドやってたから、それはね、中学生ぐらいの頃にもう乗り越えてたかな。曲を作ったりするときとか、リズムパターン取るときとかに、ヘッドホンつけて録音するっていうのが中学生のときに癖づいてるから、その時に、でもこれはあるあるだよ。自分の声を聞いて、嫌悪感を抱くのは 100% そうだよ。それってまあ簡単で、人間の耳って膜じゃん。鼓膜じゃん。で、声とか骨伝導って言って、中で響いてる音も裏側で振動してるんですよ。で、外側から漏れた空気の音も入ってるから、みんなに聞こえてる音って半分しか聞こえてないの。で、中で響いてる音の方が強く聞こえるんだよ。
だミックスされた音なのね。自分が普段聞いてる自分の声は。だけど、マイクとかで撮る音っていうのは、外部からのみ入ってくる音だから、他人が聞こえる音なんだよ。だから絶対ギャップがあるって言われてる。自分の声にコンプレックス。だから、俺は、舌足らずなのと、発音できない音っていうのがかなりあるのにびっくりしたね。あと、声が意外と高い。俺は、自分の中で聞こえてる音、結構低い音も響いてるんだけど、意外と高いね。高いというか異常に高いね、俺の声は。自分の放送録を聞きながら寝てる。内緒だよ。ああ、でもね、それはね、向上心強いんだと思うよ。結構ね、自分の放送研究しない人多いから、俺は初期の頃ずっと自分の放送見ながら悔しいと思ってたね。あ、こういう風にしたら盛り上がったのにとか、なんでここで黙っちゃうんだろうとか、なんでこのコメント返せなかったんだろうなとか。すごい、最初の頃はやっぱ研究してたね。だんだんね、ズレが補正されてくっていうか、今は、ほら、モニターとかもそうなんだけど、他人が聞こえる音っていうのと、自分の中の音っていうのを脳内変換して、他人が聞く音っていうのをなるべく聞く、頭でイメージできるようになったから、客観的に自分のこと見れるようになったよね、リアルタイムで。それはね、結構強みかもしんない。俯瞰してみるっていうのかな。結構難しいんだよ。よく言われるのが、ただ喋ってるだけだと思われてるかもしれないけど、喋りながら人の話聞くことって、まず普通の人ってできないでしょ。例えば、喋りながら、何かを読むって結構難しいじゃん。で、しかも、相手との会話形式だから、いつ、喋りながらいつこのコメントを返そうかっていうのを計算しながらやんないといけないんだよね。それはすごい難しいよ。だからすごい頭を使ってる状態で、冷やかしとかが入ると、俺はだから嫌がるの。もう、なんだかわかんない。途中から来たやつがさ、お前ハゲーとか言われると、あ、もううぜえわってなるの。萎えちゃうんだよね、すごく。頭使ってる時ってさ、イライラするの。配信のネタメモってる。昔は、もうノートにネタ帳があって、ずーっと書いてたね。それはね、営業マンの時からの癖で、自分のネタっていうのは毎日書いてたけど、今は書かなくなった。何年目ぐらいからやめたかな。ネタをやると配信ダメだっていうことに気がついたんだよね。そうじゃなくて、マニュアルみたいなものを自分の中で持ってたりとか、あと、これはネタに使おうみたいなのは常に考えてる。ノンタンとは多分わかると思うんだけど、あ、これはネタにしようとか多分ね、ブツブツ言ってたりとか、あと、俺ずーっとネットサーフィンやってて、ネタ拾ってるって、俺笑うんだよ、結構。で、ノンタンが何、私にも見せてってやるんだけど、大体笑ってるタイミングっていうのは、あ、これ放送のネタにしようって言って、頭の中にメモ帳がある感じだね。メモは取ってないけど、頭の中になんつうの、セーブする機能みたいなのはすごい残ってるね。30分喋るって楽そうで大変だよね。たくみさんとレクチはほら、あとのんたんもそうなんだけど、ほら、隣で配信に映ったりするじゃん。みんな言うのが、こんなに大変だと思わなかったっていう。こんなに疲れると思わなかったわって。隣にいるだけでこんなに疲れるんだっていう。みんな言う。特に、たくみさんとかレクチとかは、引くぐらい疲れてるね。で、さらに喋り続けるわけじゃん。配信でこのトーンで、このテンポで喋り続けるのって普通だと思うの。別に、うまいとか、じゃないと思うんだよ。ただ、淡々と語ってるレベルだと思うかもしんないけど、30分間息継ぎなしぐらいのレベルで、こうやってずっと喋ってるのって、結構頭おかしいよ。みんなはさ、コメント打ってて返してるから、自分のコメントをいかに拾ってもらうかっていう感覚で見てるじゃん。そうじゃなくて、俺今67人と会話してる感覚で、全部のコメント返してる感覚だから、なんつうの、自分のコメントをどう拾ってくれたかじゃなくて、全員にやってるからさ、それの67倍負荷かかってんだよ。だからね、結構大変よ。無愛想な声のトーンとか直したい。配信のためとかじゃなくて、リアルのため。俺がね、すごい参考になったのが、実は、声のトーンとか、声を、トークって、なんつうのかな、才能だと思ってる人いっぱいいるんだけど、違くて、話術っていうぐらいだから、マニュアルっていうのかな、プログラムっていうのかな、ちゃんとね、
スキルとしてあるんだよ、喋り方って。で、あのテッドっていう番組があって、プレゼンテーションをやる番組なんだけど、それでね、その話し方、人を引きつける話し方のプレゼンテーションっていうのをやってた人がいて、そういうの見るといいよ。めちゃめちゃ勉強になるよ。うん、めちゃめちゃ勉強になる。あと俺がね、結構ね、これすごいなと思ったのが、あの岡田斗司夫っていうすごい、あの生主がいるんですよ。まあ生主っていうと変なんだけど、まあ、半分芸能人みたいな人だから。その人が言ってたけど、千原ジュニアは話が面白いんじゃなくて、話し方が抜群に面白いっていう話をしてて、千原ジュニアの話し方をすると、どんなにつまらない話でも面白く聞こえるっていう。だからそれが千原ジュニアの最大の強さだって言ってたね。で、あの千原ジュニアってやっぱすごいんだよ。その話の内容も面白いんだけど、プロだから。それよりも何がすごいかっていうと、そう、話し方、うん、張りとか間とか、そう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 。例えばなんだけどとか、こういう言い方、例えばさっていう言い方と、一歩ワンテンポ置いて例えばっていうのって印象が変わるんだよ。これをなんかトレーニングで相手が聞きやすいようにするっていう、そういう話法を伝えてたね。金梅がアイラさんに便乗し始めた。そうなんだ。私最近配信し終わったら体調崩すようになって配信やめた。え、配信者だったの、あやかって。え、嘘、あやかって配信者だったの。今知ったんだけど俺。そうなの。配信見たことないからびっくりしたわ。ちょっと見たかったな。ちょっと見てみたかった。うん、配信やめたんだ。気づかれ。いや、あのね、結局俺がよく気をつけてんのは、その良くも悪くもやっぱリスナーさんに影響されやすいし、配信者はリスナーさんに影響を与えやすいんだよ。だからね、あの付き合う人間関係とすごく似てるから、あの要はね、あのリスナーさんの層がね、合わなかったんだと思うよ。うん、あの俺もあったもん。俺この人たち相手にしたくないのになっていう時期があった。でそれだからうまくいかないんだよ。ふわっちに来たから、それをそのもううざいリスナーはすぐブロックするし、もういらないっつって。でそのなんつうの、だからいいリスナーさんしか今いないじゃん。それはね、俺の中で結構でかかった。昔は稼ぐためだから、フォロワー増やさないと、閲覧増やさないとっつって我慢をしてたんだよ。要は自分で我慢をしちゃってた、蓋をしてたっていうのかな、抑え込んでたっていうか。でもその金のためにやるんじゃなくて、楽しむためにやろうとか、楽しい空間を作るためにやろうって、人生をより豊かにしようっていう風にやると、そういうなんか欲みたいなストッパーとかがないから、ブロックバンバン入れられるの。あ、邪魔する人いらないとか、冷やかしとかいらないって、別に見に来なくていいよってなったら楽になったし、びっくりして分かったことがある、ここ4ヶ月ぐらいで。なんだと思う？そのリスナー、アンチリスナーとかを、冷やかしとかをブロックすることによって確実に分かったこと、答え。これね、すごい奥義なんだよ、俺の中で。これね、ほんとね、セミナーで金取れるレベルだと思うよ。配信でね、ちょっとね、人気出たいとか、配信上手くなりたいっていう人はね、多分1000円、2000円、講演会で払ってもいい内容だと思う。ニコ生でしてたんだ。なんか体調崩す。熱が出たりする。話の流れからいつも政治や歴史の話になって頭使いすぎた。ニコ生でやってたんだ。ちょっと見たかったな。見る配信は選んだ方がいいと思う。影響力あるもん。そうだね。俺は、ていうか配信は一切見ない。うん。ほんと挨拶だけだね。面白かったら見るけど、ほとんどね、30分以上見たことほとんどないね。ほぼうなぐらいだね、見るの。うなちゃんマンは普通に配信としてじゃなくてラジオっぽく見てた。それ以外あんま見ないね。うん。なんか、あの、くだらねえなと思って。うん。暇じゃねえし、と思って。うん。あのね、これはね、簡単で、あのね、気づかなかったんだよ。冷やかしに来るやつとかアンチってフォローもしないんだよ。で、アイテムもくれないんだよ。で、気分悪くするんだよ。一つもいいことがないの。そう。だから、アンチコメント書くやつで俺フォローされた試しがないっていうのをふわっちやってよくわかってるの。だから、そいつらを変えようとかしてたの、俺は。アンチでもわかってくれると思ってたの。長く見てくれるようになったら、ね、フラットに見てくれると思ったんだけど、全然違う。アンチなんかバンバンブロックしていいんだよ。何の影響もないどころか、配信環境がどん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 良くなっていって、いいリスナーが集まるようになるの。これは画期的だよね。
もう目から鱗だった。全く荒れなくなったし、すごいいいリスナーさんが集まるようになったから、あ、空気って大事だなと思って。一つもいいことない、本当に。むしろ、早く切った、だからゴミを早く捨てた方がいいんだよ。腐ったみかんを早く捨てろっていう意味がようやく分かった。そう。俺は今だから腐ったみかんはすぐ捨てますね。ジュンさんこんばんは。なかなかね、最初のフォロー、過疎とかだとさ、やっぱリスナーさん数が欲しいから、そこ妥協しちゃうんだよね。和道さんの枠一番長く見てしまう。そんなお前見に来ねえだろ、嘘つけ。お前そんな見に来ねえじゃねえかよ、お前。2週間に一遍ぐらいだろ。よく言うわ。あとね、女の人が圧倒的に有利だよね、相性。おお、はるさんいらっしゃい。こんばんは。楽しんでて。うん。ガチアンジュは最初囲いだったのかな、思う。アンジュもレベルが違う。なんだろうね。多分思うんだけど、多分悔しいんだと思うよ。なんか、どっか勘に触るんだと思うよ。ガチアンチの人って。要は本人が気づいてない深層意識レベルでもう悔しいんだと思う。なんか。うん。でもね、これ本当に嬉しい話なんだけど、俺本当に嬉しい話が、去年の末ぐらいに言ってたじゃん。リスナーさんからファンレターみたいな、ほんとガチなやつが届くようになったって。ツイッターとか LINE で。俺、和道のこの配信のこの言葉で人生変わったとか言ってくれたりとか、和道が働き始めて、なんかこう、笑顔がキラキラしてるから、俺生活保護なんだけど、もう絶対働きたくねえし、くだらねえからもう生ポーママでいいやって思ってたけど、俺働きたいと思ったから、今仕事探してるとか、今生活保護で、和道のアドバイスのおかげで、就職が決まったよ、ありがとうとか、ほんと届くようになって、なんつうの、そう、なんか生ポ代表みたいになってんのよ。リスナーの生ポ率高っと思って。でも、その生ポの人たちとか、精神障害の人たちとかから、すごいなんか、ありがとうとか、さっきの配信で、なんかすごい響いたよとか、なんかファンレターみたいなのが来るようになって、電話とかも来るんだけど、すごい変わったよね、やっぱり。その、ある意味さ、その、配信者ってさ、生活保護っていう、その、カテゴリーっていうのかな。看板背負ってるのもそうだし、精神障害っていうのもあるわけ。で、やっぱりさ、同じ立場の人に対してさ、生き方を見せちゃうわけじゃん。良くも悪くも。だから、もっともっと稼げるようになりたいし、もっと豊かになったら、あ、頑張れば、和道みたいになれるんだ、みたいなさ。なんか、その、働こうと思ったっていうのにすごい響いて、嬉しかったね。すごい、嬉しかった。よしさんいらっしゃい。他の枠で1時間以上見ることないし。え、もう1時間経った。おー、結構経ったね。うん、男って配信で不利だよね。圧倒的に女の方が有利だとは思うけど、30超えたら女の方が不利になる。あのね、女は若いうちだけだよ。はっきり言うけど。女は若いうち20代とか10代っていうのは、男の配信者は5倍楽。ただ30超えたら女って、なんかね、5倍不利になる。だから、旬な時期みたいなのがあって、っていうか、女って基本、色濃い、色を売ってるだけだから、寄ってくる男って下心で見に来るでしょ。多分ね、彩香はそれでめんどくさくなったんだと思うよ。それわかるでしょ。女は、男ってさ、全部さ、どこ住んでるのとか、服何色とか、ちょっとスカート見せてとかさ、もうさ、チャットレディーみたいになるじゃん。女の配信って。で、女で伸びるやつってさ、可愛いでしょつうながら、エロを売りにしたり、女を武器にできるやつなんだよ。そこで。ちゃんとね、話の内容を理解してもらう、話の内容で勝負してる人少ないんだよ。もったいない。かわいそうだよね。忘れない和道の名言。自分自身は夢を叶える確信がある。あ、俺は未だにあるね。ていうか、あ、俺はね、そう、あのね、自分自身は夢を叶える確信があるっていう風に言ってなくて、俺が見た夢っていうのは必ず叶ってたから、これからも見る夢っていうのは必ず叶うって思ってるの。叶えたいとかじゃなくて、叶うっていう、その安心感があるの。そう。それは、その、なんつうの、叶うまで諦めないからなんだよ、性格的に。どんなに否定されようが、どんなに逆境だろうが、どんなに時間がかかろうが諦めないの、俺って。本当になりたいものからは。だからね、まあ、俺だったらできるだろうな、できると思うなっていうのは、本当に安心感はあるね。
どんなことでも時間がかかっても、人間にできないことなんかないと思ってる。わかる。だから逆にブスとかアンチコメが嬉しかった。ド M だね。うん。ド M ですね。うん、男はね、男を売れないからね。色恋できないから。下心とかないじゃん。女性リスナーって。その話で自分の夢に対して自信とやる気が出た。でも俺そんなもんだと思うよ。夢を叶えてる人って、まあ、どんなに否定されてても、どんなに結果が出なくても、自分だけは諦めなかった人たちじゃん。多分諦めてないと思うよ。だから最低条件がそれで、その最低条件を満たしたら、あとは努力だけだから、うん。和道のトークスキルが教祖並みになってきてるね。教祖って誰？教祖って誰だろう。あ、ね、トークスキルなんかないよ。よくね、トークスキルだなんだかんだとか言われるけど、そこの言葉に本質があったならスキルなんていらないんだよ。うん。そう。本当に心がこもってる言葉であったりとか、本当に、説得力のある言葉？要は説得力のある生き方だよね。ちゃんとしてたら、言葉ってね、自然と魂が宿って言霊になるんだよ。だからね、トークスキルなんかね、磨いてるうちはね、ダメだよ。うん、生き方変えないとね、多分言葉には説得力生まれないと思う。俺はこれ結構ガチで思ってる。うん、ホラッチョ和道って呼ばれたくないからね、うん、ホラッチョになっちゃうから。私は和道さんの頑張れじゃなく頑張れって言葉が好き。 LINE の独り言もそれにしてる。頑張れはね、実は俺の言葉じゃないんですよ。俺そのビジネスね、一緒にさせてもらった加藤修士さんっていう人に教えてもらったんだよね、頑張れは。うん、加藤修士さんって言って結構有名な起業家がいて、孫正義さんってさ、フォロワーすごい数いるじゃん。100万人とかいるじゃん。孫正義今何人いるんだろう。で、孫正義さんがフォローしてる人って100人しかいないの。茂木健一郎とかスティーブ・ジョブズとかさ、もう本当に注目してる人だよね。孫さんが本当に100人しか注目してないっていう。その中の一人に入ってたんだよ、加藤さんって。起業家なんだけど、社会起業家っていう新しいジャンル、概念を作った人で、35ぐらいかな、その時。30いくつだったんだけど、その人が教えてくれた言葉だね。うん。そう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 。頑張れ。意味詳しく知りたい。頑張れって言ってるけど、他人が強要することじゃないっていう考え方で。で、頑張るのなんか俺にとって当たり前なんだよって。そんなことよりも大事なことがあって、ね、頑張れって言うんだったら、顔が腫れる。要は笑うような、笑って生きようよって。笑ってたらパフォーマンス上がるんだよって。楽しいことって追求したらパフォーマンス最大になるんだよって。だから、無駄な努力なんかし、なんか頑張れって無駄な努力をさせようっていう日本人の風潮があるのは間違ってるって言って。そうじゃなくて、いい仕事とかいいパフォーマンスをするんだったら、本当に楽しい職場を作りたいんだったら顔が腫れないとダメなんだっていう考え方をしてて、その人が。だから、頑張れってどっか負のイメージがあるじゃん。そう、陽のイメージなんだけど、だけど強制されてる感じとかあるじゃん。だから、俺らはそういう意味で、その感じ、いや、深層心理とかをすごく勉強してる人だから、顔が腫れるようにって、そう、頑張れって言われたら笑おうっていう癖づけをしてる人なんだよね。顔が腫れるって、要は笑おうよって意味だね。そうそう、頑張れって強制だから、うん。で、その人の考え方は、頑張ってない人間なんていないってよく言ってたね。生まれたからには、全員頑張ってるんだって。うん、だから、他人が頑張れとか言うもんじゃないっていう。うん、もこもこさん、こんばんは。初見さんいらっしゃい。楽しんでて、うん。面白かったらフォローしてください。コメントありがとう。うん、すごいかっこいい人だったね、その人は。その人の人生すごくて、元ヤクザなんだよ。うん、元ヤクザで、殺人以外の悪いことは全部やったって本人言ってんの。殺人以外の悪いこと全部やったって。要はもう覚醒剤もやったし、人もぶん殴ってきたし、ヤクザもやったし、もう全部赤裸々に語ってて。で、ある日、その仲間のために、生まれ変わろうと思って、会社を起こすんだけど、土建屋さんを。結構ね、テレビもう30回以上出てる人だから、知ってる人多いと思うよ。うん、加藤修士さん、うん。その人、結構すごい人だったね。
笑わせてる君より笑ってる君が好きって友達に言われたら嬉しかった。エロいな、なんかスケベ心を感じるな、その友達から。なんかエロい、エロいな、それ。なんか下心だよね、でもそれ。俺下心だと思うよ。それを言った友達男だったら、俺はそれ下心だと思うよね。そのいい言葉とか名言とかじゃなくて、エロい言葉だよね。うん、モテるやつのエロい言葉ですよ。騙されるんだよ、そういうのに。女の子、あ、じゃあいい子ですよ。めっちゃええ子。その女の子はめっちゃええ子だよ。男だったらスケベ野郎だよ、本当に。でも女なめのしってさ、どうなの？そう、やっぱさ、言い寄られたりさ、DM とかでさ、やっぱ気持ち悪い男から来るんでしょ？いろいろ。あ、どうもナボコフちゃん、いつも見てるよ。可愛いよね、本当に。って LINE が来るんでしょ？どうやって対応すんの？俺いつも思うんだよね。AKB の客層とかカオスじゃん。本当に。握手会とかメンタルやられねえのかなと思うの、本当に。AKB の女の子が好きな子は絶対ファン層じゃないのがわかるんだよ、俺。何あの、なんか、その、なんつうの、格差。格差社会。あ、来るんだ、やっぱり。あ、無視なんだ。残酷だね。残酷だわ、うん。AKB についてどう思う？俺はだからいつも言うのは AKB は宗教だよ。AKB は宗教。俺は宗教にしか見えないね。花火2発あげるからおっぱいの写メくれって DM 来た。安っ。1000円でおっぱい見せろって言われたの。舐めてんのかって話だよね。気持ち悪い。気持ち悪い。もうその発想が持てないもんね。1000円。要は本人からしたら2000円かもしんないんだけどさ。きついなぁ。男はそういうのないから楽だよね。おい、ワド、花火一発やるから和道のチンコ見せてくれよとか絶対ないもんね。俺絶対そんなにチンコ見せるもん。あ、いいよっつってパシャって写メ送って送るわ。絶対花火送れよっつって。俺は送るね。和道のチンコ見たいから写メ送ってって。全然送るよね。私は長文で切れる。そしてブロックされる。あー。そこで、あの、キャバ嬢と一緒だよね。そこで、やだ、エッチ、そんなのダメに決まってるじゃん。でも、花火くれようとしたんだね。気持ちが嬉しいよ。ありがとうっていうのが正解なんだよ。それが大手配信者になれるやつなんだよ、多分。うん。女で。そう思わない？うん。その返しだよね、要は。そこでいかに引っ張るかと、そういう奴らをいかにハマらせるかみたいな、もう汚い世界ですよ。汚い世界ですよ。そう思わない？そういうことできたら、そいつは多分貢がれるよね。でもいつか刺されるよね。うん。オタクに。怖いわ。病んでるわ、配信会。配信会は、ドメンヘラ。ブラックですよ、ブラック。みんなはところでなんで配信やろうと思うんだろう。あの、AKB 実際やられてるからね。なんだっけ、上海の AKB の女の子、なんか焼身自殺かなんかやんなかったっけ。なんかそんなのやったよね。上海の AKB の子がなんか全身大やけどみたいにならなかったっけ。ふわっちで見つかれるの怖いからやだよ。俺逆だな、ニコ生の時は逆でこういう配信しろ、ああいう配信しろみたいなのすげえ言われたことがあって、もうそいつら全員切ったけど、なんか、和道、なんか、金は払うんだけど、なんか、やっぱり、コントロールしたいんだろうね。そう。で、なんか、桃襟はこうだよとか言ってくんの。あのさ、俺とさ、桃襟全然キャラ違うじゃんって、もう、和道リスナーだったらわかるじゃん。なんで桃襟と同じスタイルの配信やらせようとすんのっていう。
でもガメラさんみたいなもんだよね。なんかすごい言われてすげえ頭きて、あ、いいよ、桃襟見ればいいじゃんって、桃襟に2万円あげたら喜ぶんじゃねっつって、バイバイっつって、うん、俺はだからふわっちは全然なんかないね、そういうの。ニコ生はあったけどふわっちは一切ない、うん、なんかね、配信やっててすげえ考えてやってるし、みんな必死になってやってんのに、素人とかになんかグダグダ言われたら腹立つよ。じゃあお前やってみろっつって、で、いや俺もやったらすぐ大手になれるよとか言うけど、絶対なれないの、もう断言できるの。そのなんつうの、パクって面白いんだったらパクってるに決まってるじゃん。そのいろいろ考えながらやってるからさ、すげえよ、やっぱ頭にくるよ、なんかダメ出しされると。じゃあてめえでやれよと思う時あるもん。儲かるから配信する、あ、でもそういう側面はあるよ。なんだろう、なんだろうな、その金じゃないとは言わないな俺は。お金稼ぎたいですね、配信で。で、儲かるから配信するっていう側面もあるよ。今日いくら稼げるかなっていう緊張感あるよ俺。30、やっぱり仕事中の休憩時間空見ながらね、30万でぶち上げちゃったけどいけるかなとか、あ、リスワンいつ狙おうかなとか、今日は金梅さんかなとか、やっぱ考えるからあるよ。だし、やっぱそれがプロ意識だと思うけど、いや誰かと比較されるのもイラッとくるし、ましてや桃襟と俺を比較するっていうのはさ、もう的を得てないじゃん。クトーテンさんいらっしゃい、クドクテンさんいらっしゃい。桃襟と俺比べんのって言った時俺びっくりしたもん。よく俺のファンになったなと思って。だからファンじゃなかったんだよね。ああそうだね、面白いことしろよっていうやつはほんとくだらない人間だよね、うん、本当にそう思う、うん、楽しもうっていう気がないと楽しませることはできないですよ、うん、それってすごく重要で、冷やかしに来た客を笑わせるってね無理なんだよ。はい、こんばんは。楽しみに来てる人しか楽しませることはできないですよ。サラサこんばんは、いらっしゃい。ナツさんこんばんは、うん、例えばさ、安室奈美恵大好きな人が安室奈美恵のコンサート行くときにさ、安室奈美恵のアンチを安室奈美恵のコンサートで言わないじゃん。みんながわあ安室ちゃんって言ってるときにさ、いや安室はやっぱ全盛期は10年前だよとか言って言わないじゃん。何しに来たんだって話じゃん。要はね、そのただでやる弊害なんだよねそれって。笑うつもりで漫才見ないと笑えないって松本人志が言ってた。ああ、まあそれ正解だよ、うん、それ正解だよ。松本人志が嫌いな人は松本人志のライブ行ったらダメだよ、邪魔だよ、もうみんなが楽しめなくなるもん。だから俺はもうそういう客層はいらないと思ってて、逆に2チャンネルでやりなさいっていうのはよく言うね。2チャンネルに行ったら仲間いっぱいいるから、そこで悪口いっぱい書けばって。うん、そう。2チャンネルっていい場所紹介するよって。和道すれ。そこでやりなよって。仲間いっぱいいるよって。俺2チャンネラーと友達になれないもんね。絶対。2チャンネルは潰したいと思わないかな。逆にそのなんだろう、なんだろうな、そういう人たちが集まってくれた方がいいと思ってるから、うん、なんつうの、類友でさ、こっち側が汚れなければいいし、俺が2ちゃん見なければいいわけだから、うん、だからまあそういう場所があって、そういうところに溜まってもらう分にはありだと思ってるから。っていうかね、もし2ちゃんが潰れても同じようなのができると思ってるね。ハトロダなのかタヌキなのかわかんないけど、2チャンネラーの特徴ってどんな？あ、でもね、2チャンネラー面白いやつもいるから一概には言えないんだよね。たまにクッソ面白いやつが埋もれてる可能性があるんだよ。だから一括りにするのは良くないと思うけどね。特徴はね、なんかね、やっぱネット弁慶だよね。もうほとばしるネット弁慶なんだよ、もうほんと。お前よくそのなりで
よくその感じで和道に立てついてたなっていう、その抜群の感じすごいよ。やっぱりサラサ小月はいいと思う。なるほど、ありがとう。前説長かったな。1時間5分前説させられて、サラサが1時間5分目にやっと本題入ってくれたね。小月はいいと思うって、ありがとう。前説が長すぎるんだよ、うちの放送本題に入るまでが。本当に疑問なんだけど、なんで嫌いなのに放送を見るのかな。本当は好きでたまらないとか。本当に疑問。あ、あやか、それ答え簡単。あの、心理学では、心理学の世界では、好きっていう感情に一番近い感情って嫌いって感情だから、うん、好きと嫌いって関心度が強いことを指すので、それが共感なのか反感なのかな、違いだけなんですよ。マイナスなのかプラスなのかなんだけど、その興味はあるの。すごい強い興味を示してるから、実は好きと嫌いは一番似てるって言われてるの。で、本当に嫌いだったら無関心なはずなんだよ。だからだよ、嫌いなのに放送を見るのは、あの、好きに一番近い感覚だから。にちゃんはマックとかわからないときに参考にする。うん、なるほど。哲学板とか面白いけどね、うん、そういうことだね、うん、だから簡単に言うとね、あの、素直になれないんだよ、うん、自分の気持ちに嘘をついちゃってるんだよ、うん、関心があるから、何か気になるから見に来ちゃうわけじゃん。バカプレゼントありがとう。だけどそれをね、うまく言えないんだよ。だからコミュ障の人が多いよね。大体さ、あの、リアルな対人関係でさ、例えばさ、あの、あ、じゃあこれから会社のミーティングします、お疲れ様です、お疲れ様ですって、島津くん、じゃあ今回のプロジェクトを説明して、はい、わかりましたっつって、はい、その前に一言いいですか。あ、どうした井上、発言があるならじゃあどうぞ。私、島津さんのアンチですって言わないじゃん。あ、そうかってならないじゃん。お前、島津のアンチなのかつって。じゃあ反対側の席座れとかないじゃん。学校の授業とかでもないじゃん。はい、島津、はい、おはようございます。お、井上、はい、おはようございます。木下、はい、島津くんのアンチです。ってならないじゃん。だから、本来ね、なんか、お前のアンチだっていうのって、すごい、間抜けな発言なんだよ。だけど、それがかっこいいと思ってどやってるわけじゃん。すごい恥ずかしいことじゃん。実社会でそれをやるっていうことは。だからね、あの、大体引きこもってる人なんですよ、アンチの人って。うん。こじきって呼び方がおかしいと思う。リスナーはこっちは好きで応援したい気持ちからアイテム投げてるじゃん。だから、ふわっちはそのこじきっていう概念を変えたよね。本当に。昔は直接やり取りすることが小敷だったけど、間に会社が入ることによって、そのサービスに変わったじゃん。いや、会社のアイテム買ってやってるだけですよって。あとは会社が配信者に勝手に金払ってるわけだから、私たち関係ないですよっていう、その建前みたいな。本音はその人応援してるんだけど、半分入って、うまいもん食ってねみたいな。それがやりやすくなったっていうのかな。うん。小敷っていう言葉がもう廃れてくるよね。これで小敷って呼ばれるのは漫才師も役者もみんな小敷にならないよ。あ、俺ね、生活保護の時に遊びだよこれって言われた時にそれ言った。じゃあ芸能界の人って何なのって。あれ全部遊びじゃんって。野球選手も遊びでしょって。なんでダメなのって言って。俺言った。そしたらぐぬぬってなってた。役所の人間。それそうだよな。うん。金稼げてんだからな。うん。遊びじゃねえだろ。まあ遊びでもいいんだけど、遊びで金稼いで何が悪いんだっていう思ったよ。遊びで金稼ぐってかっこいいかんね、普通に。違法でも何でもないし、うん、何が悪いんだろうって未だに思うよね。遊んで、あ、稼ごうよみんなって、うん、遊びほどいいものないですよ。
ただ中途半端に遊ぶつもりはないけどね。一生懸命、やっぱ遊びは全力でやんないとダメだと思ってるけど。遊びこそ全力でやんないとね。あのね、タモリさんってめちゃめちゃかっこよくて、笑っていいとも、いくら遅刻しても、いくらバックレても笑うんだって。おお、そういう時もあるよって感じなんだって。うん。で、タモリさんが怒る時って、ゴルフの時遅刻した時めちゃめちゃ怒るらしいよ。もううんこちびるぐらいタモリさんブチ切れるんだって。お前ふざけんなよって、遊びで遅刻するってどういうことだよって、めちゃめちゃ切れるんだって。仕事じゃねえんだぞって怒るんだって。本気で怒るらしいよ。お前舐めてんだろ遊びって、仕事だと思ってんだろって、ふざけんなよって、だったら来んなよそんな半端な気持ちでって、こっちは遊んでんだよって、仕事みたいな半端な気持ちで来るなってすごいよね。超かっこいいよね。すごい。結構これ有名な伝説だよ。若手が何人も怒られたって結構思ってて。いや、だから、俺、だからタモリさんってかっこいいと思ってて。うん。そう。遊び、仕事だと思うなよっていう。要は、でもそういうことなんだよ。遅刻するってことはワクワクしてないってことじゃん。要は付き合い、タモリさんとの付き合いだからって言って仕事になっちゃってんだよ。だから、プレッシャーになるんだよ。いや、かっこいいよ、タモリさん。超かっこいいよ。うん、いや俺は未だにそれ響くよね。サブカル、もう社会の概念と一切正反対だけど、そこがやっぱタモリイズムだよね。でも俺同じかな。なんかバイト遅刻しようが会社遅刻しようが知らねえけど、遊ぶ日に旅行行こうぜとかさ、なんとかの日になんか半端に遊ぶやついたら、うわ、ダサってなるかもしんない。うん。いや、遊ぶ、本気で遊ぶのって難しいからね。うん。ただ、本当に遊んだ時めちゃめちゃ面白いからね。うん。俺、ノンタンと遊ぶと超楽しいもん。ノンタンさ、すげえさ、もう出たがり、出たくないの、とにかく家から。でも、絶対嫌だって言うけど、行ったら超はしゃぐの。もう、ビリヤードやっても楽しい楽しいだし、UFO キャッチャーやっても楽しいし、ゴーカートも楽しいし、何でも楽しいのよ。うん。すげえ楽しい。ノンタンと遊ぶと。でもね、誘うまでが大変なんだよ。出るのが嫌だ嫌だ。めんどくさいとか、寝てたいとか。うん。ぶっちゃけワド放送遊びじゃなくて本気でしてるよね。俺遊びだよ。遊びだから本気でやってんだよ。だから、タモリイズムだよ。あんまりね、そう、仕事仕事ってやってもね、うまくいかないよ。うん、こんなの、うん。だってみんな楽しみに来てんだもん。俺が一番遊んで、俺が一番楽しそうにしないとみんな楽しめないでしょ。うん。昨日目標金額行った。行きましたね、サラスナ。行きました、行きました。初めてですね。いやー、彼女は最高ですよ、本当に。うん。かわいいよ。本当に奇跡だから、うん、っていうかランハゲどこ行った俺さ、すげえちょっと気になってたことがあって、ランハゲっていう配信者ふわっちにいたよな、うん、あ、ありがとうサラスさん、ありがとうございます。どっかしらけてる子が多いもんね。なんか、一個一個のことに感動できる人って俺は尊敬するかな。尊敬するっていうか、やっぱ感動するよね。心が綺麗なんだなと思って。ランハゲってどこ行ったの？行方不明者が結構出てるんだけど、ランハゲとか鮫島さんってどこ行ったの？金梅さんは戻ってきたけど。いつも鍋食べてる人だね。最近見なくない？そういえば。キャス行ったのかな。まあいいんだけど。ランさん昨日いた？でもさ、毎日毎日ヘビーでやってたじゃん。メインサイトだったじゃん。で、ランあげってさ、確かツイキャスも番になってるはずで。A 番でしょ？だから、ふわっち。ただ単に配信やってないだけなのかな。鮫島兄弟、いや、もう釈放されてるよ。のぞみ、俺の家来たじゃん、この前。夜中に俺の家来て大暴れしてたじゃん。うん、その時、リンゴの好きいなかったのか。
とっくに釈放されてるよ。釈放された次の日には俺の家にいたよ。ランハゲもな、息長いし、特定のファン層を持ってるよな。すげえよな。サメ、クリーニング屋で働いてんの？サメさん今。超意外なんだけど。なんで？ふわっちじゃ稼げるじゃん。ニコ生にいんの？マジで？うん。木島愛良さんいらっしゃい。確定申告怖くて配信少なめ。ちょっと面白いな。確定申告。なんか、でも、絶好調らしいよ。おう、わだ。知り合いのや、弁護士がや。優秀だから大丈夫だよ。緑色で申告すっから。花火やりげたって言ってたよ。アイラ。あ、ニコ生行ったんだ。あ、消防車俺の家には来なかったね。大丈夫だった。めちゃくちゃ笑ったあれは。いや、緑色は笑うよね。緑色は神回だよな。声似てた。俺結構あのモノマネいろんな人の似てるって言われるね。特徴をつかむのがうまいっていう。おー、ウェダーっていう喋り方だよね。声質は全然違うけど。どうしたーって。ツイッターに書いてある。へぇー。サメさん働いてんだ。サメ島さんってそういうところ面白いよね。なんか、金に執着なかったりとか、ほんと、配信に執着がなくて、なんか、メルヘンじゃん。すげえ乙女じゃん。なんか、よくさ、ポエム書いててさ、面白いなと思って。なんか、ギャップがすごい、サメ島さん。この人、中身は乙女なんだと思って。昨日、サメちゃんと仕事の帰り、車の中から配信してた。へぇー。あ、でもニコ生に戻ったんだ。あー、面白えな。なんでニコ生なんだろう。なんか原因話してた？サメ島さんがニコ生やってる。ふわっちでいいじゃん。強いな、ほんとに。ここでニコ生に戻れるっていうさ、俺はさ、しがみついてるわけじゃん、ふわっちに今。もう甘い汁吸いまくってるわけですよ。で、ビクビクしてんだよ。ふわっちが潰れねえかどうか、毎晩。ふわっちなくなったらどうしようって震えてるわけよ。じゃあ、だから。でも関係ねえよってできんだもんね。ふわっちバン。あ、そういうことか。ふわっちバンなんだ。でもまあ、俺、サメ島さんだったら FC2 行くんじゃないかなっていう風な感じしたけどね。そこでニコ生に古巣に帰るっていう発想が勘がいいよな。やっぱ大手になる人違うよな。すごいナイスな選択だと思う。今ニコ生に帰るっていうのが、昔のファン層が喜ぶでしょ。FC2 もバンなの。すげえな、ほんと。すげえな。もういや、選択肢がなかったのか。キャスも FC2 もフワッチもバンになって、ニコ生だったらそろそろ大丈夫だろうみたいな。すごいわ。発想がそうや。あと、テルチャンピンがなんかバンになった理由って知ってる？なんかテルチャンピンもバンになったんでしょ？なんなの？なんかよくわかんないよね。テルチャンピンだってキャスできないでしょ？なんか面白いよな、本当に。風船10個ありがとう。あ、100個だ。風船100個ありがとう。ゴンタさん、いらっしゃい。楽しんでて。ありがとうね。なんかリスナーさんが教えてくれたさ、なんか現代アートみたいな、なんか絵の作家さんの名前が思い出せなくてさ、
すげえかっこいい絵を描く人がいたんだけど。初見さんいらっしゃい。中村ターヤン、なんていう、中村さんでいいか。中村さんいらっしゃい。楽しんでってください。来てくれてありがとう。ライブミーっていうのをやってんだ。なんだライブミーって。なんか配信サイトいろんなところあるよね。アイラさんではないよね。うん、アイラ、うん、アイラの話してないよ今。うん、アイラはバンじゃないでしょ。今アイラやってんじゃないの。アイラをバンにしないでしょ。アイラ荒れる配信まずやらないし、運営からしたらさ、1ヶ月で700万稼ぐわけじゃん。運営にも700万入る男だよ。よっぽどのことじゃないとバンしないと思うよ、アイラのこと。稼ぎ頭だもんね。アイラは伝説作ったよな、本当に。どんなことしてるんですか？どんなことしてる？配信で飯食ってまーすって感じですね。そんな感じですね、僕は。まあまあまあ、なんかサブカルとかが好きで、僕は結構話すのがメインですかね、雑談で。今年から旅配信やりますけど、日本全国旅やりますけど。サブカルの話ばっかりしてますね。イギスさん、風船ありがとう。年収5000万オーバー。わかんないよ、それは。蓋開けてみないと。去年の年収は2000万いってなかったって教えてくれたけど。1000万は超えてるだろうね。収入だけで言ったら。1000万超えてると思うよ。すげえよな。風船プレゼントありがとう、レイさん。ありがとう。すごいな、配信でも夢が見れるね。いや、これからまだまだアイラみたいなやつ増えるよ。特に、あ、アイラさんはどんな配信か？アイラはだからやってみようか。アイラの配信ちょっと真似ると、ちょっと待ってね。アイラの配信ちょっと真似まーす。あ、でも音楽をここでかけちゃうと俺の YouTube がまた収益取れなくなるから、音楽はラルクアンシエルとか爆音で流れてて、おいおい、何やちゃん、花火ありがとう、ありがとう、おい花火ありがとう、おい、みんなで飲もうぜ、KP。おい、誰々ちゃん、花火ありがとう。ちょっとトイレ行ってくるわ。おう、ワドいらっしゃい。どうだ、最近。おい、何々ちゃん、花火ありがとう。おい、何々ちゃん、花火ありがとう。っていうのを5時間ぐらいやってる配信だね。簡単に言うと、アイラはそういう配信をずーっとやってる感じ。え、そういうことでしょ？俺、昨日のんたんと見てたけど、そんな感じだったけど、いつもそんな感じだけど、花火ありがとうしか言ってないねって、のんたん言ってた。俺爆笑したもん。え、それ、そうだよね。すごいねーって、のんたん。イケメンって花火ありがとうだけで成立するんだねーって言ってたもん。そういうことでしょ？そうだよね。え、でもこれ多分 100% 合ってると思うよ。見に行ってごらん、アイラ。絶対こんな感じだから。ありがとうって言い続ける配信だよ。感謝枠だよ。毎日が。毎日がエブリデイだよ。でもすごいよな、ほんと。ありがとうだけで成立してるからな。すごいわ。今度見てみ。本当にこんな感じだから。まんま完コピだから。和道の言ってた通りだ。そらそうだよな。700万分の花火だから、なんだっけ、3600発とか言ってた？ 700 万だから3600発？それくらい言ってんだよね。ん？ 3万か？ 3600 発で行くか？ちょっと待って、計算してみようか。ん？ちょっと待って。ん？ 3600 で合ってる？ 3 万。だからずーっと花火が上がってるんだって、本当に。コメントなんか読めやしに。
バーガーありがとう、ワドウも言ってるよね。いや違うよ、あれはエセアカのエセアカのパクリをしてるだけだよ。バカザイズって言って何が面白いんだろうっていうのは本当気になるんだけど、まあそれ成立してるからすげえよなアイラは、うん、イケメンは何やっても正義だからね。あ、俺29位だったんだ。関信号と関信号が1個上か。あ、まあまあいったんだな。ありがてえ。なんかでもあれだよね、ふわっちタトゥー率が増えてきてない？タトゥーの人めっちゃ増えてるよね。なんなのこの流れ。なんかふわっちなんなんだろうね、タトゥー率高いと思って、ニコ生。あ、俺近藤組の近藤組長のさ逮捕される動画めちゃめちゃ笑ったんだけど見た？あれ、いや古い話題で申し訳ないんだけど、クソ笑ったわ近藤組長、うん、確実にポンチューの顔でさ、もう発言がさポンチューなんだもん。もう疑心暗鬼で超笑えたよ。爆笑するよねあんなの。池袋警察だからちょっと面会行ってみようかな裁判どんな感じって近藤組組長。もうどれくらい経つ？ 1 週間2週間経つから石鹸ついてんのかな。なんか逮捕された配信者とか見てみてえもんな牢屋の中にいる配信者見てみたくない超見てみてえわ、今度心霊スポットで配信希望です。映ったら花火ですよ。俺あのオロロさんさ、俺心霊現象めちゃめちゃ多くて有名な配信者なんだよ。あのこの部屋の中でも心霊現象かなりあるし、あの俺さツイッターでさめちゃめちゃ有名な動画あるんだよ。もうそれこそニコ生史上一番怖かったって言われてるの知ってる？それ URL 貼るよ今。あの心霊配信者じゃないのにめちゃめちゃ怖い心霊配信めちゃめちゃ怒ってるから、ちょっと見てみてこれ。でもしよかったらさ、あの YouTube あの力入れてるからチャンネル登録してくれると嬉しいです。これがその動画だから見てみてオロロさん。で、ね、もしかしたらね今度ロハコさんとやるから心霊配信、ぬこさんはだつ、なんかロハコさんがね心霊配信また一緒にやりたいって言ってオファーがあったから2月中にやろうかなと思ってますね。2月中にやります。見ますよ、見て見て。でもしよかったらこの YouTube 俺のチャンネルだから、あの YouTube チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しい。よろしくお願いします。ぜひぜひ。なんか見逃した回とかは全部ここにあの動画が残ってるから見てもらえるとめっちゃ嬉しいですね。なんかねやっぱね、あの塵も積もれば理論でねちょっと小遣い稼げるんですよ。再放送は YouTube で見てみんな、よろしく。YouTube のチャンネル登録も1000人ぐらいにしたいな。YouTube いっぱい上げてくれるからありがたいよ。あれ、これはたくみさんがね、もう頑張ってくれてるんですよ。たくみさんがずーっと、そう、ワドは配信に集中していいよって言ってくれて。新しいフォロワーさん紹介します。ピロシキさんフォローありがとうございます。ありがとう。腹減ったなぁ。なんか、のんたんが元気ないんだよね、今日。のんたんが寝込んでる。マネージャーさん、たくみさん。ぜひぜひ。
ずっと支えてくれてるからね、たくみさんは。そう、めっちゃいい人だよ。太ってるけど、めっちゃデブだけど、めっちゃいい人、本当に優しくて、本当包容力があって、ずっと支えてくれてるデブだけど、なんだろうね、ノンタンなんかあったのか、なんかうつ病だって言って、ノンタンはうつ病だって言ってるね。なんか今日ね、ワンちゃんとか猫ちゃんの餌やりに家戻んないといけないのに、なんか寝込んじゃってて、ノンタンは今減らってるからいいのって言ってずっと寝てる。心配だよね、ちょっと。じゃあ一旦ご飯休憩取ろうかな、俺は。じゃあ一旦ご飯休憩しようか。うん、のんたんとご飯食べるわ、ちょっと。うん、多分ね、また夜寝る前に放送すると思うんで、ぜひぜひ、暇だったら集まってくれると嬉しいです。それじゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。また見に来てください。はい、高橋勝則さん、ありがとうございます。ハッチありがとね。花火たくさんありがとう、ハッチ。あと、あやかも花火ありがとね。うん、ハートありがとう。おー、ゴンダさん、ありがとう、高評価。今来た、ごめんね。アンミア、ごめんね。また来てね。夜やるから。うん、リンゴの助さんお疲れ。またまた。金髪の人の絵もいわくつきなんですか？あ、いやいや、これは職場の人が描いてプレゼントしてくれたので、いわくつきでもなんでもないです。お疲れ様でーす。YouTube チャンネル登録してね。バタフライテールお疲れ、メロンお疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。